懐かし話始まるよ。天狗日、構造寺町付近。天狗は山伏の姿をしており、顔が赤く鼻が高く翼があって、杖やうちわを持っていると言われています。空の上や深い山に住み、思いのままに空を飛ぶことができ、不思議な力を持っているとされています。だから突然吹くつむじ風を天狗風、びっくりするほどの音や光を出す流れ星を天狗星、わけのわからない火や見たこともない光などは天狗火といって、天狗の仕業とされ恐れられました。白山町が深い山であった頃、赤い天狗火が見えた晩は、家の戸を閉めてみんな外へ出ないようにしました。外へ出てそれっきり帰ってこなかった人もおり、天狗に連れ去られてしまったと噂が広がりました。またこんなお話もあります。庄内川で魚をたくさん取った人が大喜びで家の庭で焼いていると、急にあたりがぐらぐらっと揺れました。その人は恐ろしくなって、魚をほったらかしたまま家の中に逃げ込みました。しばらくして恐る恐る見に行くと、魚は一匹も見当たりません。どうなったかさっぱりわからず、あまりのことに驚いて、きっと天狗の仕業に違いないと思いました。またある人が庄内川を渡り東国山へ出かけた時のことです。夕方になって帰ろうとすると、雷が鳴り、あたり一面が真っ暗になってしまい、困っていました。すると急に周りが明るくなり、無事に家に帰ることができたということです。天狗が光を出して道を照らしてくれたおかげでしょうか。天狗はいたずらをするばかりではなく、時には良いこともするようです。